絵は幼い私にとっての気持ちを表現できる唯一の手段。自分の知っていることも知らないことも一つ残らず絵筆に載せると、絵の中に描いた全てが踊り出し、ありったけの思いは元凶となって現れました。そして夢とうつつが入り乱れる世界は人々を魅了し、不思議な画家の噂は広まっていったのです。でも自分の技術が洗練されていくのを喜んでいた時、両親がこの共鳴能力の絵を商売道具にしていると気づきました。お金儲けのために、ある人は絶景を求め現実逃避の場にすることを望みました。ある人は煉獄を求め人を罰する道具にしました。私の能力があるべき姿から遠ざかっていき、望まない形で利用されていく。このことに気づいてから絵を描くことが怖くなりました。私は能力を使わず描くことにしたのです。両親は私を叱りました。能力のない絵など紙くず同然だと。そして商売に失敗した両親は蒸発してしまいました。散々な結末を迎えたものの、おかげで私は再び自由に絵が描けるようになりました。一人で今州に来て初めに住んだ場所が最下省です。壁破青山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。最下三虚図の句は私が書きました。決して秀逸な句ではありませんが、これは過去を忘れようという私の決意、不思議な画家としての最後の作品となりました。それから共鳴能力のある絵は少しずつ人々に忘れられていき、私も共鳴能力を使った絵は描かなくなったのです。信じられないよ。いや、まさか。見て。始まるぞ。こんな風になっているのはどうしてだろう。元凶は己の心が生み出すもの。ここは明賢さんの心境と関係があるんだと思います。どうして。待って、今何か聞こえなかった？オリエ、どう見ても彼女の絵とウリ二つじゃない。この声は、どうして彼女の絵ばかり評判がいいのよ。大丈夫よ、彼女はもういなくなったんだ。私が彼女を超える日も近いわ。危ない。まだ追いつかない。どうしてこんなにそっくりなのに。きっとあの能力のせいだわ。違う、これは能力とは関係ない。あなたも羨ましいほどの作品を描いていたんですよ。伸びやかで自由で。私たちは画風こそ違っても創作に取り組む時の心境は同じだった。そうでしょ？あ、おお。
本なんてありません。あなただけの作品は心の奥底にある気持ちに従って初めて描けるようになるのですから。